どよろしく。4点なら楽勝ね。東さんと王子ナイスだわ。私が褒めてあげる。やったね。今回は四つどもえで人数も多いし、うちの子たちなら4点くらいは取るでしょう。この前の B 級上位四つどもえも6点取って勝ったわけだし。じゃあ今回も生存点取ればいいじゃない。だからオサムはやたら二宮さんの対策してたわけね。ああ確かにルバちゃんはそういうの気にしそう。相手の揃う前に落としたいって感じね。味方との合流を優先させただけでしょ。チームが全員揃ったら地下のメテオラでドカーンよ。一昨日途中で追い出されたけど。ここからは解説の人には見せらんないです。すまんなコナミ。陽太郎はいいの？結局そんな作戦立ててた気がする。なんだその悲しいエピソードは。もうあのバカ、最初からバグワームしとけばよかったのに。あいつがタダで落とされるとは思えないけどね。それはまずい、まずい。そんなとこまでチェックしてんの？クラッチすごいわね。タマコマ大技間一発。気がないということですね。一応まだつけ入る隙はあるけどね。囲んでる側も敵同士なわけだし、今このままヒュースが落ちたら人数と配置的に生駒隊が有利になるでしょ。ユバ隊はできればそうはさせたくないだろうし、逆に犬飼先輩は二宮さんたちが来るまで現状維持でもいいわけで、囲んでる側も考えはバラバラなのよ。ヒュースもそれは分かってるはず。もうやきもきする。もったいぶってないでさっさと隠し玉使いなさいよ。知らない、言わない、教えない、隠し玉なんだから。ユバちゃんがそんな遠回しの手使う？ここバイパー。ヒュースタインの隠し玉とはバイパーのことだったんですね。そうよ、撃たずに落ちそうでハラハラしたけど、短距離はユバちゃんの方が早いわよ。オッキーのやつかなり忍んでたわね。ユーマ、まだわかんないわよ。ユバちゃんはアタッカーキラーだから。ユバちゃんのリボルバーの有効射程は確か22メートルちょっと。これはアタッカーの踏み込み先空虎穴がギリギリ届かない間合いなのよ。その間合いを保ってればユバちゃんは一方的にアタッカーをボコボコにできる。ちなみにユバちゃんスタイルに対抗して生まれたのが生駒先空。ふん、クラッチ以外誰も知らないんじゃない。もうスナイパーいないからまとめて爆撃し放題よ。いけ、やれ。きついけどユバちゃんは逃げなさそう。帯島ちゃんが生きてたら話は違ったかもしれないけど、1対1を挑まれたら受けて立つのがユバちゃんだから、それだけユーマのワイヤー殺法を警戒してるってことね。釣り狙撃を警戒してるわね。王子、あんた失礼ね。おっと、オサムが二宮さんをちょっとでも崩せればその隙をついてユーマが勝つ。